どうもー、陽次郎でーす。はい、本日12月3日は映画軽音が、放映されてから今日で10年目というか、10年前の今日、映画軽音がね、放映されたということで、はい、朝結構ツイッターにぎわってましたね。はい、で僕もね、がっつりその軽音でアニメに、深夜アニメというものにがっつりハマった世代なので、まあ思い出深いんですけども、今回はですね、その軽音の思い出と、まあ、七虹と、まあちょっとね、組み合わせてお話ししていこうかなと思って、今回話しております。まあテーマは、まあ仲間とか友達とかね、そういう感じでね、話していったらいいなと思っております。はい。まあでですね、まあ、軽音との出会いを多分中学の3年生ぐらいかな、確か。うん、友達がね、ガチオタでね、その子の家に行ったら、軽音のポスターとかいろいろ貼ってあってね、その時は何にも知識なかったんですけども、まあ、僕は本当にパッと見でも本当にこの子好きだなって思ったのが、秋山美穂ちゃんでしたね。はい。ね、ね、黒髪ロングで、まあね、まあ、内気というかね、そういう恥ずかしがり屋の子なんですけどもね、まあ、声はね、歌声というか、うん、エンディング担当しましたね。はい。でね、そこからね、いろいろ興味持つようになって、で、見るようになって、で、あ、軽音すげえなと思ってね、まあ、あの子たちほとんどね、練習しているところは、描かれてないんですけども、まあ、メインはね、もう、ほのぼの、女子高生のほのぼの日常みたいな感じの、アニメでございましてね、そういう感じでね、まあ、ドハマりしましたね。で、そこから、いろいろ、その音楽とかね、本当に社会現象を巻き起こしてね、すごかったですな、あの時。うん、ほんとすごいなと思って。で、中のね、CV の方とか気になって、どんな人なんだろう、秋山美穂さんの中の人、氷笠陽子さんって言うんだと思って、どんな人かな、どんな人かなと思って気になって、その時まだツタヤですよ。ツタヤに、その、軽音のなんかラジオのなんか収録されたなんかね、そういうものがあったんで、そこにね、あ、氷笠陽子さんが喋ってるんだと思って、聞こうと思って、もう、その時のイメージは、もう、秋山美穂のイメージなんで、もう、おとなしくね、内気な感じなのかな、おしとやかれみたいな感じのイメージだったんですよ、その当時は。で、聞いてみたら、誰だこの頃、やかましい声の人は、と思って、思ったんです、第一印象で。その後に、例えばね、その後、あ、平沢優役の豊崎やっけーす、みたいな感じのね、自己紹介が入ったんですけども、そこでね、秋山みやびの、氷笠陽子でーすみたいな感じで入ってる。みたいな感じでね。マジかと思って、その時も声優さんのその演技力、役者さんの演技力というものをね、まじまじと実感して、まあ、絶望の淵に落ちたというね、思い出がありますけども、はい。で、まあ、その子でね、まあ、そのアニメを知り、声優さんを知りっていう感じでね、僕は、声優さんっていいなと思い始めてね。まあ、夢の第一歩というかね。はい。僕もともと声優さんになりたかったんですよ。はい。っていう感じで、まあ、その第一歩のきっかけをくれたのが、まあ、軽音だったということでね。はい。で、七虹とね、リンクさせると、サリーもね、その軽音が好きで、その平沢ゆいちゃんの使ってたギターとかね、買って、持ってますよね。はい。で、大学入って、しょっぱな、もう、あんなね、軽音みたいなところをイメージして、軽音学部に行ったら、まあ、軽音サークルかな、軽音サークルに行ったら、もうガッチガチのね、もう縦社会でみたいな感じでね、もう、一日で辞めたみたいなこと言ってましたよね。一日で辞めちゃいないか、なんか、ちょっとなんか、ね、ギター全然弾けなかったんだけども、サポートしていただいて、なんか舞台にはちょっと出たみたいなね、話もしてたかなと思うんですけども、うん。っていう感じでね、まあ、軽音は、少なからずね、まあ、もう、誰しもになんか影響を与えた、すごい作品ですよね。はい。で、まあ、ね、そこ、まあ、音楽もすごいんですけども、この子たちはほとんど練習してるところはね、最初も言ったんですけど、映し出されてなくてね。で、まあ、そこに軽音に憧れてなんかギターを買うも、ギターが難しすぎて挫折するという子が、まあ、続出したんじゃないかなと思うんですけども、その一人です、僕も。ギター買ったんですよね。全然弾けなかったです、僕は。っていう感じでね。まあ、でもギターは、弾けなかったんですけども、そこでね、なんか歌の方にはなんか覚醒しちゃって、高校時代はずっとカラオケ行ってましたね。うん、だから歌うことは大好きになりましたね。っていう感じで、
でまあね、まあ、仲間っていうところなんですけども、うん、まあ慶応はね本当にこの、ねゆいちゃん、みおちゃん、あつにゃん、シュガリン、シュガリンじゃねえよえりつ、やば名前忘れたやべえ、みなこしか出てこない、ごめんな、あ、むりちゃんだ、むりちゃん、うん、のね、この5人の本当にね、ほのぼのとした、会話劇というか、そういう日常がメインだったんでね、そこですよね。もうこんな仲間に出会えたら最高だなって思えるんですけども、もうそれとね、リンクして7日メンバーって本当ね、卒業していった復興も含めて、本当になんか素晴らしいなと思いますし、朝ふと思いましたもん。あ、放課後ティータイムと7日って、なんか、同じぐらいだなって、みたいな、それぐらい素晴らしい、グループだなって、改めて、思いました。うん。だからね、この間、水飯もね、すぐ帰っちゃいましたけども、この写真、めっちゃ良きですよね。保存してなかった。そう、東京駅です、おそらく。東京駅の、東海道新幹線の、チケットを売っているところですね。はい。萌ちゃんと二人で水飯を送り出してたら、七虹で共演した海野さんとも会えて、記念にみんなで写真を撮りました。街中で遭遇したファンの子たち二人もいて、偶然が重なりました。ということで、ファンの子たちっていうのが叶えると、歌ちゃんですね。そうね、本当に、うん。で、ナッチもね、最近、一つ、一日一ツイートぐらいでツイートしてますけども、本当、お見送り行きたかったんだけども、ね、学校があったんでしょうね。行けなかった、ピエーみたいな感じだったんで。でも、その後ね、4月に着いたら、水飯が着いたよー、みたいな連絡あった、みたいな感じでね。もう、サリーずっと言ってますけども、本当にね、おばあちゃんになっても、もう死ぬまでずっとこの絆は永遠であれと、願いますね。うん。本当にね、サリーもね、よかったよね。本当に、声優さんになりたくて、日本来て、日本来るまでもね、親を説得するのに大変で、で、来たけども結構ね、そこで大変で、でも、ね、バイトとかもね、頑張って、それで七虹と出会ってね、ここまで来れましたから、まあ、ある種、本当に、ね、サリーもね、その養成所に通ってて、でも、このままじゃダメだって思って、ね、自らね、オーディションを受け始めて、それで、引っかかったのが、七虹だったっていう経緯がありますから、ね、これもね、運命なのかなって思う時ありますよね。本当にね、この仲間と出会えて良かったですし、僕も本当に七虹というグループに出会えて本当に、幸せです。はい。ね、そう。っていう感じです。本当仲間、うん、もうケルトンから言うと仲間というのは素晴らしいです。はい。僕も養成所時代にその講師の方に言われました。ね、このクラスにいる仲間を大事にしなさいって、この同期の子たちを大事にしなさい。まあ、ライバルですけど、本当にね、この一緒に切磋琢磨できる、仲間を大事にしなさいって言われたのがね、すごく、今でも、残っております。うん。いやー、本当にね、うん、仲間は大事ですよ、本当に。ね、その仲間とね、僕は思っていた押し雨の、押し雨さんとね、まよくんもね、来年、年内と来年に辞めちゃいますから、悲しいんですけどもね、まよくんさ、最後にコラボしない？連絡しないけども、してないけども、しませんかっていうのをちょっと提案したいなと思います。まあ、時間忙しいかな、無理かなと思うんですけどもね、よかったらよろしくお願いします。はい。ね、また七日の里やりたいですよ。うん。またお話ししたいです。はい。っていう感じで、結構ね、ざっくばらんに話してしまったんで、めちゃめちゃかもしれないですけども、皆様も、友達だったり、仲間を、大事にしましょう。っていう感じです。はい。で、あとは、これか。
僕チェキがいらねえとかうぬかんぬ言ってましたけど、この間の校内ラジオで水藩チェキ出してて、まあせっかくだから買おうと思ってね、買って、今日届きました。こちらでございます。はい、ね、かわいいですね。はい、っていう感じで、それだけかいって感じなんですけども、本当にね、まあそうですね、かわいいっすね。最後にありがとね水葉怒られるわ。ありがとね水葉、元気でね、本当に。でまたいつか会おうね、っていう感じで、今日の動画は締めたいと思います。はい、そういうことでね、チャンネル登録だったり高評価、バッドボタンでもいいのに何かしらボタンを押してくれたら嬉しいですし、あとはね、コメントもよろしくお願いいたします。今更になってちょっと恥ずかしくなってきたぞ。